皆さん、こんにちは。先日、コンポーザーをインストールして、ライブライを導入しました。本日は、実際にブラウザでエクセルファイルを表示したいと思います。海外サイトのソースコードを使用させてもらい、実際にエクセルを表示します。 ドキュメントルートの下にフペクセルというディレクトリを作成し、エディタで index.php と upload.php というファイルを作成します。ファイルの内容は先に示したサイトのソースを貼り付けます。 PHP ファイルを設置した URL にアクセスして Excel ファイルを読み込んできます。ファイルですが、Microsoft からダウンロードしてきたサンプルを使用しました。 今回は読み込みでしたが、他に書き込みなどいろいろなことができそうです。本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。